ついた嘘だったということになります。嘘だ嘘すごい、その石原都知事の後継者が今回、ご一緒に、ブエノスアイレスで活躍をされた猪瀬さんですから、どちらが嘘をついているのかと思いますが、まあ、そんなことはどうでもいいんですよ。何しろ、世界を相手に正々堂々と大嘘をつかれての東京オリンピックの誘致に成功された、さすがさすが、かの衆院選で日本全国の農村や地方を相手に TPP 断固反対というものすごい大嘘を正々堂々とお聞きになって政権を取られたと、その総裁であられると、その偉業、その何と申しますか、人間離れした人であって人でないという、その虚言能力に私どもは脱帽いたしました。何と申しますか、褒めたたえるべき言葉もございません。安倍晋三総統閣下、おそらく宣言の通りに TPP にも、東京オリンピック誘致に勝るとも劣らない熱意で突入していかれるのかなと思います。すごいすごい、我々国民はもはや何を信じたらいいのかわからないから、黙ってついていくしかないという状況であります。安倍晋三閣下、もはや我々は学びました。世の中は嘘をついても騙しても勝てばいいのだということを、日本国首相のあなたから学びました。我々はあなたの教えを胸に心に刻み、世の中は騙した方が勝ちだ、嘘をついてもどんな汚い手を使ってもいいのだと、金が全てだということを学びました。素晴らしい美しい日本をあなたの後に続き築き上げていくことでありましょう。それまでに被爆の影響で倒れることがなければの話でございますが、安倍晋三閣下、本日はひたすら驚き感じ入りましたと申し上げて、本日のご挨拶とさせていただきます。素晴らしい、早くしねてね。